チゴとヨーグルトチーズクリームのフルーツトーストってやつめちゃくちゃうまそうなんだけど。めちゃくちゃうまそうこれ。これだったらお持ち帰りできるかなと思ってこれ頼んだんだけど。めっちゃうまそうで、でも多分これ店の中限定所だろ。店の中で行くと多分電話されんだもん。熊谷にしておしゃれね、めっちゃおしゃれだよね。すいません。あ、どうも。ありがとうございます。あ、最近できてるよ、これ。来た。駅の近くのコーヒー屋さん、まあそこそこ、ってか、まあ、全然駅近いよ。なんだこれ、いちごの香りやば。ね、これすごいな、いちごとチョコだ。しゃれてるな、しゃれてるな。セロテープで貼ってあること、しゃれてるなぁ。うわ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 、すげえ。うわお、しゃれとるなぁ。てるやんこれ。よいしょ、あった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 。地べたに、地べたに座ってるからちょっとよく見え、見えてこんな感じ。地べたに座ってるからホームレスみたいになってるけど大丈夫これ。しゃれてるなこれ、めっちゃしゃれてるよこれ。めっちゃうまそうよこれ。うまっ、なにこれ。これめちゃくちゃうまいぞこれ。なにこれ、うわなんかバナナだ。めっちゃトロトロなんですよね、なんかバナナ味って感じ。ほんとなんだろう、なんかバナナをそのままシェイクにしたみたいな感じ。トロトロ感もバナナだ。めっちゃトロトロしてる。バナナが飲み物になったって感じ。なんじゃこりゃ。本当にバナナってちょっとトロトロじゃないですか。あれをただバナナを水分にしたシェイクみたいな。美味しいこれ。うまいわ。美味しいっすわ。
く見たら乾燥バナナなんだよね。よく見たら乾燥した、乾燥のバナナ、乾燥させたバナナ、バナナチップスみたいな、バナナチップみたいなやつ。硬いね、バナナチップスみたいな。なるほど。硬いんだこれ。うん、まあ美味しいね。まあうまい。このいちご食べてみますか。いちごとチョコ。チョコ。うわ、なんだこれ。なにこれ。めっちゃ苦いチョコだね。柔らかいけど苦めのあの ビターチョコっていうのかな。ミルクチョコレートじゃなくて苦いチョコだね。イチゴとチョコ合うわ。苦いチョコにこのなんかイチゴの感じが合う。うん、まあ美味しいね。美味しかった。うまい。うん。洒落てて美味しいわ。